ジェラシー・エッセ・ファイナル・エス、第6戦、巨人2、3DNA、21日、東京ドーム。写真、吠える巻呆然と立ち尽くす岡本は非常すぎる結末。リーグ覇者の巨人は DNA との歴史的死闘に敗れ、4年ぶりの日本シリーズ進出を逃した。含むは2対2の9回だった。8回から登板したカンノが9回も続投。 中3日で奮闘した右腕だったが、先頭、森啓の安打からピンチを招いた。石三塁となり、牧に痛恨の左前敵地打を浴びた。今オフ、メジャー挑戦の意向を表明している右腕は日本一への意欲を燃やしていたが、まさかの展開に。9回裏は反撃できず、主砲、岡本和が最後の打者となった。敗退が決まり、 巨人ナインは右翼席へ整列し、全員で挨拶。決勝点を献上した間の、最後の打者となった岡本矢原は現実を受け入れられない様子で、一様に呆然とした表情を浮かべた。安倍監督は本塁ベース付近で三浦監督のもとへ歩み寄り、がっちり握手。笑顔で言葉も送った。 だが、ベンチへ戻る際には目元に涙も浮かぶ様子も見られた。試合後、安倍監督は開口一番、勝たしてあげられなかった。申し訳ない、と謝罪。続けて、こういう難しいポストシーズンを勝たせてあげられなかったのが一番、と繰り返した。一週間ぶりの実戦で、調整の難しさもあった。ただ、指揮官は、調整もそうだし、 なかなか、思うように機能しなかったし、させてあげられなかった。今のところの反省ですね、と唇を噛んだ。試合後には選手を集め、ミーティングを開いた。優勝した自信というのは持っていてほしい。難しいゲームを勝てなかったのは来年につなげてほしいと言った、と選手への思いも語った。リーグ優勝し、崖っぷちから2連勝。 勝てば日本シリーズ進出の一戦も先手を奪ったが、最後は悔しすぎる逆転負けとなった。若い選手たちも多いチーム。指揮官は結果が全てのプロ野球。テロにはならないと思うが、収穫もたくさんあった。選手を批判しないであげて、僕が勝たしてあげられなかった。そっちの批判は受けます。と敗戦の全責任を背負った。